の内容をお知らせください。チケットホルダーをご利用のお客様は、切符の取り忘れにもご注意ください。
ホールに到着でございます。いよいよね、北の精霊聖都市にね到着でございます。こちらもね立派な都市です。こちらが駅前なんですよ。あちらテレビ塔です。長いね、いた光景あります。札幌に到着いたしました。こちら三宮じゃありません。札幌です。この曲使ってね、聖書教室に普通列車のね、今日はね、列車の遅れだから運休の関係で、ね、特例でございます。はい、札幌に到着でございます。慣れすぎの時間慌てない。しかも星見行きの普通列車です。最後の慌てません。慌てただけだけど、こちらね、北東号、特急北東号です。札幌でございます。到着いたしました。札幌です。三宮じゃありません。ここは北海道札幌市北の聖霊聖都市。私神戸の三宮嫌いですから。立派なね駅でしょ。学園都市線があります。私ね、神戸のね、私は緑園都市と申しておりますけどね、神戸の学園都市行儀悪いです。普通列車でね、星見行きです。じゃあ慌てます。秘密の県民賞でご覧になったことあると思います。小樽生まれ、ちょうどこの日本ね、乗るより自由なんですよ。札幌でございます。札幌に到着しました。北海道です。ホームはね、少し暑いですが、神戸みたいにね、ジメジメはしてないと思います。
三宮ね、うざいですから、私嫌いですからね。この札幌でもね、申しますね。人ね、あのいらっしゃらないね。いや、迷惑になりません。本音ですからね、これはね。嫌いなものは嫌いですから。こちらのドアが開きます。私ね、人から言うと、あなた札幌出身って言われたことありますね、あの、よろ、失礼だもん、あの、あれですけどね。田舎に行ったでしょうか。まあとりあえずね、あの夜にね、こちら夕方ぐらいにね、地下鉄もあります。南北線、東方線ですね。あの時刻見まして、こちらね、その場にあの遅れましたので、あ、こちらですね。あ、ちょうどね、水分取りましたね。これ臨時区間快速ですね。この列車でね、向かいます。半分のね、唐揚げ、鶏の半分の唐揚げね、県民省でね、放送されておりました。私も以前からね、私も半分の鶏の唐揚げね、食ったことありますけどね。少し暑いですね。こちらです。ではね、もう8分しかありませんね。とりあえずね、小樽へ向かいます。臨時区間快速で向かいます。本日はね、列車のダイヤがね、あの乱れておりますから。こちら札幌駅です。札幌です。空いてればいいんですけどね、まあ、空いておりました。ではね、一旦ね、ここからはね、当然ね、お見せすることは不可能でございますからね。ではね、まずね、済ませましてね、済ませば分かると思います、これなんですね。済ませましてね、14時13分のね、臨時区間快速、小樽行きに乗車いたします。早速ね、札幌行っても一言ね、私、神戸人嫌いですから、神戸人近寄るな、以上でございます。区間快速に乗車して、小樽へ向かいます。動画をここまで見てくださり、ありがとうございました。失礼いたします。